今日は手術なんですけれども、外上外骨神の手術。耳の手術は後ろを切ってやることが多いんですけど、私の場合は耳の中から負担が少ないようなやり方で今から両耳手術します。手術時間3時間ぐらいで出血少量予定です。お願いします。お願いします。はい、試してください。1990年代ぐらいにサーフィンすごいブームになってから、今20年ぐらい続けてこられてっていう方が、会場狭くなってるんですね。会場の皮膚を骨から剥離して、のみですね。これ1ミリなんですけど、骨を削っていくわけですね。ドリルを使わない理由は、ドリルっていうのは回した時にどうしてもノイズがすごく大きいのと、削りカスを洗わないといけないんで、吸引の操作をすることで、会場の皮膚を一緒に吸ってしまったり、傷ついてしまうことが多くて、のみだけで全部やっていきます。左耳の手術があって、今度は右耳です。右側もサーファーゼアの前半全部取り終わって、皮膚は全部残ってる、切開したところだけ傷が残ってるという状態なので、まあ、明日ガーゼを抜いて、あとも自然と良くなっていくのを待つだけ、まあ、所要3時間ぐらいで、まあ、両方9割が超えてたので、かなり難しい症例だったんですけど、予定通りありました。